佐賀大学の猫プロレスさんです。私たちは、飼い主が出かけた後の猫の様子というものを制作しました。もしかしたらこんなことしてドタバタして騒いでる、めちゃくちゃエンジョイしているかもしれないっていう作品になってます。Thank you.